皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日は1月の3日です。で、まあ、年末年始は特に何かしたっていうわけでもなく、結構のんびり過ごさせていただきました。今ね、実家からこう帰ってきて、そのままカネキンジムに来たんですけれど、まあ、食事も好きなものを食べてしまっていたので、今日からというか今日の、まあ、またこの時間からはい、切り替えてやっていこうと思います。トレーニングはしっかりね、1月1日1月2日、ちゃんとやっているので、元旦の1日は、まあ、肩やって、で2日、昨日ですね、昨日は、しんのすけと胸のトレーニングをやって、で今日は腕をやりたいと思います。っていう感じです。はい、長々とね喋っていてももったいないのでトレーニングやっちゃいます。まあ、ちょいちょい取りながらやるつもりなんですけれど、まあ、適当にいきましょう。今日はめっちゃ酸っぱいんだけど、なんか前コンテストでもらった BCAA が実家にあったので飲んだんだけど酸っぱ。よし、やりますか。やるって言ってから長いんですよね。これは収縮を狙ってるので、まあストレッチの時は多少肘を引っ込めながらストレッチを自発的にかけていって、押す時はしっかりこう肘を完全に伸ばし切ろうとするとどうしても肩は前に出てきて、ストレッチの時も肩上がっちゃうんですけど、そこは収縮を狙うためのしょうがないところなので、あんまり気にしてないです。まあ、肩が多少こう前に出てきても収縮をかけにいく、しっかり肘を伸ばし切ることによって体側がスクイーズされるので、そこですね。まあ、1種目目ではストレッチ狙ってやったので、まあ、そうやって結構狙いを変えてやっています。今日は交互に伊藤さんと武藤さんといきます。正月太りでだいぶプクプクしちゃってるんだけど、ちょっとどんなコンディションか見せます。今日タンクトップとか着てないんですよ。そのまま来たんで、家から、実家から。こんな感じ。ぽちゃぽちゃ。OK、 次行きましょう。ダンベルはね、しっかりコントロールしてやっていきます。丁寧に丁寧に。
じゃあトレーニング終わって今有酸素も一応やりました。20分だけね歩きました。というわけで家に帰りましょう。もう食べかけなんだけど、これご飯食べてます。帰り際にスーパーで甘いもの食べたくて、大福買って食べました。であとは帰ってきて玄米とミートフィットネスのアグステーキです。安定の美味しさ。なくなった。最悪。くっつきにくいアルミホイルなくなっちゃいました。よいしょ。油使いましょう。で今日は、もう寝るんですけど、で本来だったらねプロテイン飲むんですけど、最近これいただいて、冷凍卵白、レボプロさんから出ている冷凍卵白で、これだけで 250g の卵白が取れます。でも卵白は本当にタンパク質だけ、脂質も炭水化物ももうゼロに近いので、もうタンパク質をこれで取っていきます。でこれだけだと僕はちょっと食べづらいんですよ、卵白なんで。だから全卵を1個使ってこれをミックスして食べるって感じ。これも手軽にタンパク質取れるのですごい便利です。ありがとうございます。プロテインも美味しいし最高ですね、レボプロは。切り込みがあるんで、1パック丸々入れたら卵1個、よし、じゃあできたんで食べます。やっぱり卵はね楽ですね。やっぱ鶏肉というか、肉はちょっと時間かかるけど、焼くのに卵はすぐ火通るんで、本当にすぐできちゃいます。これちょっと取る。ちょっと後で保湿します。これ最近アイハーブで買ったやつで、トリュフ塩、イタリアンブラックトリュフシーソルト。なんかたまたま YouTube で見たら、なんか美味しいっていう評価してる人がいたので買ってみました。匂いがもう、匂いがね、もうすごいんですよ。めっちゃ美味しそうな匂いがする。え、超楽しみ。うわ、もうなんか高級な匂いがする。いただきます。うまっ。減量中めっちゃいいかもしれない。鶏肉とか味付けが制限されるときに塩しかかけれないとき、これめっちゃいい。ザ・スパイスラボクッキングインスピレーション、見えるかな。すごい美味しいです。僕ケチャップ派なんですけど、卵は全然これでも食べれちゃうぐらい美味しい。ご飯食べ終わって、少しだけ動画編集して寝たいと思います。2022年動画1本目ということで、今年はもっともっと頻度上げられるように頑張ります。でまずはね、チャンネル登録者数が10万人いくように、はい、行きたいですね、10万人。うん、皆さんの応援お願いします。はい、そんな感じかな。もう今日も眠いので、でも明日からね仕事が始まるので、お仕事もね全力で頑張ります。はい、というわけで
今日の動画はここで終わりにしたいと思います。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。